今回から、3回に分けて、四股の解説動画をやろうと思います。四股もテレビでお相撲さんのなんとなく見てなんとなくこんなもんかなと思ってるかと思うんですけど、その辺を、細かく解説して、あとうちでやってる四股の踏み方も紹介していこうと思っています。全盛期の千代の富士ですね、年6場所中5回優勝した昭和61年の千代の富士の横綱土俵入りの四股なんですけど、軸足に足を引きつけてから上げますけど、すごく高く上がってますよね。ただ横綱の土俵入りっていうのは儀礼的な四股なんで、まあ鍛錬の四股とは違うっていうのと、まあ足を上げるだけじゃなくて、そのいろんな踏み方があっていろんな効果があるんで、その辺をちょっと、説明したいと思います。まず昔の四股が今と違うっていうのを見てもらおうと思います。非常に貴重な明治の動画なんですけど、足踏み式で踏んでますね。で、もう一回足踏み式ですよね。で、これがどういうことかというのをちょっと解説しようと思うんですが、まあ軸足に体重をかけて、でその軸足で、競り上がるように重心を持ち上げていきます。だからちょっとした片足スクワットなんですけど、で軸足の筋トレの効果としてはこれで十分あるはずです。で、まあ、この足踏み式の方が腸腰筋に効くやろっていうことを言う人もいるんですけど、それを当時意識してたかどうかはちょっとよくわからないですね。ただまあ手抜きをして踏めば、単に足踏みにすればこの方がたくさん踏めたであろうというのは想像がつきます。合気柔術の佐川幸義っていうのが高齢になるまで1日1000回踏んでたっていうんですけど、多分このやり方じゃないと1000回も踏めないと思うんですけどね。この足踏み式で踏んでたんじゃないかと思いますね。これがもう一回見てます。明治の四股の踏み方でした。さっきのは取り組みの時の四股なんで、今度は、横綱土俵入りの四股を見てみますが、やっぱり足踏み式なんですよね。これも明治の貴重な動画です。梅形に足踏みでやってますよね。でこのあと日立山の土俵入り、梅形に日立山は明治の強豪、伝説的な大横綱ですね。で2人とも肥満型なんで、あんこ型っていうんですが、足踏み式ですよね。なのであんこ型だと、足踏み式になっちゃうんじゃないかっていうんで、今度、昭和60年の北の海の、同じあんこ型の北の海の土俵入り見てもらいます。これは北の海引退の場所になったんですけど、両国国技館、新国技館のこけら落としの場所、よく足上がってますよね。一番一番悔いのない相撲を取ります、そういう言葉でこの新国技館の土俵を迎えます。気合入ってます。全然違いますよね。あんこ型でも足を上げて踏んでますよね。でこれ北の海も晩年だったんですけど、この両国の国技館上がるまではっていうので頑張って、非常に気合の入った土俵入りしてます。はい、また大正時代に戻ります。でこれは、よく足は上がってるんですけど、足の裏は下向けて踏んでますよね。これもそうですよね、足踏み式ですよね。大正7年らしいんですけど、
足踏み式で踏んでますよね。これが取り組み、これが横綱土俵入り。やっぱ足踏み式で、まあ今の見慣れたのからしたらあっさりした感じで踏んでます。次はこれ栃木山。栃木山は筋骨型のムキムキ型の千代の富士を小さくしたような体型なんですけど、この人もやっぱり足踏み式ですよね。足の裏は下向けて踏むと、こういう思考ですね。これが大正時代の思考。ここまでずっと足踏み式でやってると。でこれは、昭和になって双葉山の全盛時ですね。でもうこれになると今の四股なんですよね。これもう足の裏別に上向いてもいいやっていう、股もよく割れて足もよく上がってっていう四股ですね。まあ、軸足は一回引きつけてから上げてるんですけど、非常に綺麗なこの股の割れ具合といい、このブレのなさといい、この沈み込む時のこの脱力感です。素晴らしいと思いますね。これは弟弟子の羽黒山との稽古のシーン、周りのあの下っ端の力士、取り敵っていうんですけど、みんな細いですよね。こういう時からやっぱりだんだん体に肉をつけていかないといけないように思うんですけど、皆野川はちょっと同時代、巨漢型の巨人型の力士ですけど、足上げてますよね。これは取り組み仕切りの時の思考、もう完全にこれ今の思考ですよね。これは双葉山の弟弟子、羽黒山の土俵入り。羽黒山も筋骨型なんですけど、足はよく上がってますよね。双葉山が土俵入りで足を上げてから足を上げる四股になったっていうのを聞いたことがあるんですけど、まあ調べようがないんで多分そうなんでしょう。これは三役揃え踏み、もう今の四股ですね。後ろに巨人型の皆野川がいますが、四股は全部もう今の感じの四股ですよね。これは貴乃花の土俵入りの四股です。2場所連続全勝優勝して横綱に上がって推挙されて直後の明治神宮奉納土俵入りですね。この時はすごくよく足上げてるんですよね。後の土俵入りの時よりもこの時は特別に足を上げてます。もう完全に足の裏が上向いてる感じですよね。昔では考えられない、足の裏を上に向けるもんじゃないっていうことを言ってた人もいたみたいですけど、この方が綺麗だし、まあ、かっこいいですよね。ちょっと所作間違えたりするんですけど、完全に足の裏が上向いて、ここまで横綱を締めてここまで足上げた人多分最初で最後ぐらいじゃないかと思いますけど、これがおそらく貴乃花が一番勢いがあった時で、かつ横綱土俵入りとして最高に高く足を上げてた土俵入りではないかと思います。
これは幕下時代の阿炎と宇良なんですけど、足を引きつけずにそのままの位置から上に上げてるんで、若干稽古場の四股の踏み方に近いです。ただ、両膝伸びた後に足を上げてる形になるんで、その分は負荷は軽いですが、まあ、よく足上げてますよね。これは動画探してきたんですけど、一番綺麗な四股、上げ足を軸足に引きつけずにそのままの位置から上げで、軸足が片足スクワットになってて、で完全にもう180度上げてますよね、開いてますよね。でポイントとしてはこの重心は上にはせり上がっていくんですけど、左右にはぶれないとこですね。すごい、こんな四股踏むの見たことないぐらい綺麗な四股ですね。まあ、四股の踏み方も考え方もいろいろあって、これはいい四股だっていう四股はなかなか踏めるもんじゃないんですけど、まあ、今回はあの四股の推移というか歴史を紹介しましたけど、次回以降で、四股の効果とか効用とかと、あと初心者でも簡単に踏めるような、やり方、うちでやってるやり方を紹介したいと思います。で、まあジジイにもいいし格闘家にもいいし、まあシェイプアップにもいいということですので、ぜひやってください。次回もご期待ください。